はい。えー、っと、日本語教育世界の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは第3週のプレゼンテーションソフトに関するビデオの、えー、中の4本目です。4本目は、えー和、和風なデザインのテンプレート。つまり、日本らしい、えー、デザインのテンプレートのご紹介ですね。<laughs> えっとですね。はい。えー、っと、このビデオ、あの、 えー、テンプレートパークっていうところなんですけど、この URL はこの、えー、YouTube のビデオの、えー、概要のところに書いてありますから、ぜひそちらを見てください。で、<laughs> このプレゼンテーションの中にこんな風にですね、えー、あの、これ全部 Google あのスライドの、えー、テンプレートなんですけど、日本的なものがたくさんあります。えー、で、そのうちの一つね、例えばこれをカチッとクリックすると、えー、こんな風になってくるわけですね。で、えー、ごめんなさい。これ下の方に行くと、 えー、こんな風にですね、実際にそのスライドを全部見ることができます。はい。で、さらに下の方に行くとですね、えー、ここに素材のダウンロードっていうのがあります。<laughs> はい。で、一応注意事項とか書いてありますから読んでおいてくださいね。はい。で、この素材のダウンロードをクリックすると、えー、こういう風にですね、あの、あの、Google スライドがもう開くことができます。 だけど、最初はこれ、View Only って書いてありますね。つまり、このままでは皆さんは編集することができません。そのために、ここのファイルをカチッとクリックして、Make a Copy で Entire Presentation ですね。はい。これをカチッとクリックします。そうするとですね、まあ名前をここで付けることができますから、まあこのままでもいいと思いますけど、まあ変えたい人は変えてください。それで OK を押しますね。 はい、えー。そうすると、えー、こういうふうにですね。えー、もうこれは普通に、ViewOnly、えー、って書いてありませんから、皆さんが普通に編集することができます。はい。で、えーね、これ以外にも、Google Slides デザインテンプレートとかですね。えー、こういうふうにあの検索してみると、えー、いろんなあのデザインのテンプレートを見ることができますから、えー、必要なものが、もしさっきのウェブサイトになかったら、 え、必要なものを自分で探して、え、かっこいい、え、プレゼンテーションを作ってください。はい、え、それでは私からは以上です。そして、冒険は続きます。